退院する前に先生にお礼を言いたい。大学生高校卒業し、今年からは大学生だ。高校卒業し、今年からは大学生だ。高校を卒業し、 今年からは大学生だ。高校を卒業し、今年からは大学生だ。大事。私にとってこの仕事はとても大事です。私にとってこの仕事はとても大事です。私にとってこの仕事はとても大事です。 私にとってこの仕事はとても大事です。大体。あなたの気持ちは大体わかった。あなたの気持ちは大体わかった。あなたの気持ちは大体わか,か,かった。大抵。この新しい服を着ると大抵笑われる。 この新しい服を着ると大抵笑われる。この新しい服を着ると大抵笑われる。この新しい服を着ると大抵笑われる。タイプ。このタイプの人はあまり熱心に仕事をしない。このタイプの人はあまり熱心に仕事をしない。 このタイプの人はあまり熱心に仕事をしない。このタイプの人はあまり熱心に仕事をしない。だいぶ、この作品だいぶ出来上がったな。この作品だいぶ出来上がったな。この 作品、だいぶ、出来上がったな。この作品、だいぶ出来上がったな。台風、夏は台風がよく南からやってくる。夏は台風がよく南からやってくる。夏は台風がよく南から やってくる。夏は台風がよく南からやってくる。倒れる。少年は階段で足を踏み外して倒れた。少年は階段で足を踏み外して倒れた。少年は階段で足を踏み外して倒れた。 少年は階段で足を踏み外して倒れた。倒れるその人急にそこで倒れたんです。その人急にそこで倒れたんです。その人急にそこで倒れたんです。倒れる 今回のコロナで何社が倒れるかわからない。今回のコロナで何社が倒れるかわからない。今回のコロナで何社が倒れるかわか,か,からない。だから、前と同じように負けたくないと思った。 だから、一生懸命練習した。前と同じように負けたくないと思った。だから、一生懸命練習した。前と同じように負けたくないと思った。だから、一生懸命練習した。前と同じように負けたくないと思った。 だから一生懸命練習した。確か。彼が間違っているのは確かです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 足す。小学校の算数で数字の足し方を覚えたでしょう。 小学校の算数で数字の足し方を覚えたでしょ小学校の算数で数字の足し方を覚えたでしょ小学校の算数で数字の足し方を覚えたでしょ尋ねるこの人はわざわざ日本まで私を尋ねに来てくれた。 この人はわざわざ日本まで私を訪ねに来てくれた。この人はわざわざ日本まで私を訪ねに来てくれた。この人はわざわざ日本まで私を訪ねに来てくれた。訪ねる。私は迷子になったので、 警察官にホテルまでの道を尋ねた。私は迷子になったので、警察官にホテルまでの道を尋ねた。私は迷子になったので、警察官にホテルまでの道を尋ねた。私は迷子になったので、 警察官にホテルまでの道を尋ねた。正しい、正しい答えを知りたいと思った。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 たった畳、最近では畳の部屋がある家は少ない。 最近では畳の部屋がある家は少ない。最近では畳の部屋がある家は少ない。最近では畳の部屋がある家は少ない。立てる。その犬は耳を立てた。その犬は耳を立てた。その犬は耳を 立てた。その犬は耳を立てた。立てる。村の人は彼女が魔女だという噂を立てた。村の人は彼女が魔女だという噂を立てた。 村の人は彼女が魔女だという噂を立てた。立てる。一年もかけて立てた計画だったが失敗した。一年もかけて立てた計画だったが失敗した。一年もかけて立てた計画だったが失敗した。 一年もかけて建てた計画だったが失敗した。建てる街は駅前にビルを建てた街は駅前にビルを建てた街は駅前にビルを建てた例えば例えば日本の有名な場所としては 京都や東京がある。例えば日本の有名な場所としては京都や東京がある。例えば日本の有名な場所としては京都や東京がある。例えば日本の有名な場所としては京京都や東京がある 棚、この部屋の棚はもういっぱいだ。この部屋の棚はもういっぱいだ。この部屋の棚はもういっぱいだ。楽しむ、彼女は週末を楽しんだ。彼女は週末を楽しんだ。彼女は 週末を楽しんだ。彼女は週末を楽しんだ。楽しみ。楽しみは人生の後にあった方がいい。楽しみは人生の後にあった方がいい。楽しみは人生の後にあった方がいい。 楽しみは人生のあたのあったほうがいい。たまに。父からは年に数回たまに電話があった。父からは年に数回たまに電話があった。父からは年に数回たまに電話があった。 父からは年に数回たまに電話があった。ため。私は自分の健康のために毎日豆腐を食べます。私は自分の健康のために毎日豆腐を食べます。私は自分の健康のために毎日豆腐を食べます。 私は自分の健康のために毎日豆腐を食べます。ため私たちは将来のために過去を勉強します。私たちは将来のために過去を勉強します。私たちは将来のために過去を勉強します。 私たちは将来のために過去を勉強します。ダメ。練習をしすぎて靴を二足ダメにした。練習をしすぎて靴を二足ダメにした。練習をしすぎて靴を二足。ダメにした。練習をしすぎて靴を二足,足ダメにした。ダメ。 大きな地震でもうみんな,ダメ,な,みんなダメだと思った。大きな地震でみんなもうダメだと思った。大きな地震でみんなもうダメだと思った。ダメ。5歳の子がそんなに遅くまで起きていてはダメだ。 5歳の子がそんなに遅くまで起きていてはダメだ。5歳の子がそんなに遅くまで起きていてはダメだ。5歳の子がそんなに遅くまで起きていてはダメだ。足りる。どのぐらいの水を用意すれば足りるでしょうか。 どのくらいの水を用意すれば足りるでしょうかどのくらいの水を用意すれば足りるでしょうかどのくらいの水を用意すれば足りるでしょうか男性。彼は男性です。彼は男性です。彼は男性です。 彼は男性です。暖房、冬までに暖房を用意しよう。冬までに暖房を用意しよう。冬までに暖房を用意しよう。をして血、が出た。怪我をして血が出た。 怪我をして血が出た。チェックする。建物を作った後にチェックするのが私の仕事です。建物を作った後にチェックするのが私の仕事です。建物を作った後にチェックするのが 私の仕事です。建物を作った後にチェックするのが私の仕事です。力。彼には私の場合は力があるんじゃないかな。彼には私の場合は力があるんじゃないかな。彼には私の場合は力があるんじゃないかな。 彼には私の場合は力があるんじゃないかな。力。勉強に集中する力を育てよう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 。力,よう力。この薬には 風邪を治す力がある。この薬には風邪を治す力がある。この薬には風邪を,を治す力がある。この薬には風を治す力がある。ちっとも先週の走り続ける練習に比べれば、今日の練習はちっとも大変だと思わない。 先週の走り続ける練習に比べれば、今日の練習はちっとも大変とは思わない。先週の走り続ける練習に比べれば、今日の練習はちっとも大変とは思わない。 先週の走り続ける練習に比べれば、今日の練習はちっとも大変とは思わない。ちゃん。花子ちゃんはとてもいい子ですね。花子ちゃんはとてもいい子ですね。花子子ちゃんはとてもいい,子で,す、ね、子もい,い子ですね。注意。

日本の中学校は3年通う。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 注射。大人でも注射が嫌いな人は多いと思う。大人でも 大人,人大人でも駐車が嫌いな人は多いと思う。駐車場ここで待ってて駐車場に車を止めてくるからここで待ってて駐車場に車を止めてくるからここで待ってて ここで待ってて、駐車場に車を止めてくるから。地理、高校で地理を勉強したよ。高校で地理を勉強したよ。高校で地理を勉強したよ。 高校で地理を勉強したよ。捕まえる。警察が奴を捕まえに来た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 。最後まで見てくれてありがとうございます。これからも一緒に勉強してくれる人は、ぜひチャンネル登録してくださいね。 ではまた。